ピョートル・チャイコフスキー、ピョートル・イリーチ・チャイコフスキー、ラテン文字表記の例、ピョートルあるいはピーター・エレアッチ・チャイコフスキー、1840年5月7日、ユリウス歴では4月25日から1893年11月6日、ユリウス歴10月2日は、ロシアの作曲家。叙情的で流麗、メランコリックな旋律や、絢爛豪華なオーケストレーションなどの要因で人気の、 作曲家となっている。またリズムの天才と言われ、一つのフレーズを発展の連結にしたり、半音階上昇させたり、または加工させたりと他の作曲家には見られないものがある。曲奏はメルヘンチックであり、ロマン濃厚な表情が見られる。作品は多岐にわたるが、とりわけ後期の公共曲、バレエ音楽、競争曲などが愛好されているほか、還元楽曲、オペラ、 室内楽曲、独創曲にも人気作がある。チャイコフスキーの繊細な心はあらゆる弱いものに向けられた。個人や可哀想な動植物、同性愛などへも彼らに理解を寄せて共に時間を過ごすこともあった。しかし、その弱いものへの深い愛情と共感について日記や手紙において熱烈な表現を使ったために様々な憶測を読んだ。電気作家たちは 多くが、チャイコフスキーが、同性愛者であったことに同意ている。チャイコフスキーは1840年5月7日、ウラル地方ボトキンスクで、鉱山技師の次男として生まれた。チャイコフスキーとは、祖父ピョートルヒョードロビチの第二チャイカ、伝統的なウクライナの名字で、カモメを意味するから改めた姓であり、家系は、現在のポルタバ州に領地を持っていた。 ウクライナコサックのチャイカ家に出自を持つ。幼少の頃から音楽的才能を示したが、両親には息子を音楽家にする意思はなく、10歳でサンクトペテルブルクの法律学校に寄宿生として入学させた。1854年には、これらに罹患した母アレクサンドラが40歳で亡くなり、チャイコフスキーは大きな打撃を受けた。1859年に法律学校を卒業し、 法務省に給湯文官として勤務したが、チャイコフスキーは管理としての職務にはそれほど熱意はなかった。1861年には妹のアレクサンドラがウクライナのカーメンカに領地のある大貴族ダビドフ家に嫁ぐ。チャイコフスキーはこのカーメンカ、カーミアンカの地を気に入り、1870年代にはこの土地を毎年のように訪れ、この地で いくつもの楽曲を作曲している。チャイコフスキーの兄弟姉妹は、後年に至るまで仲が良く、チャイコフスキーを支え続けた。ここまでチャイコフスキーは、平凡な文官としての道を歩んでいたが、1861年の秋に、知人からの紹介で、音楽教育を行っている、提出ロシア音楽協会を知り、そのクラスに入学したことが、大きな転機となった。 この音楽クラスは翌1862年にアントン・ルビンシティによってペテルブルク音楽院に改組され、ここでチャイコフスキーは音楽を本格的に学、のめり込んでいく。本格的に音楽の道に進むことを決意したチャイコフスキーは1863年4月23歳の時に法務省の職を辞して音楽に専念することになる。チャイコフスキーは 大作曲家としては珍しく、一般高等教育を受けた後に音楽教育を受けており、そのため音楽家としてのスタートは他の作曲家と比べて非常に遅いものとなった。1865年12月にはペテルブルク音楽院を卒業し、1866年1月にモスクワへ転居し、提出ロシア音楽協会モスクワ支部で教鞭を取る。この支部からは 同年9月に、アントン・ルビンシュテインの弟、ニコライが、モスクワ音楽院を創設し、チャイコフスキーはそこに、理論講師として招かれ、以後12年間ここで教弁を取ることとなった。またこれ以降、チャイコフスキーは、モスクワを、活動拠点とするようになり、音楽院辞職後もチャイコフスキーはモスクワよび、その近辺に留まることが多かった。この年、公共局第1番。 冬の日の幻想、作品十三の初演があり、また初のオペラである、地方長官を完成させた。1868年には、サンクトペテルブルクで、ロシア民族学派の作曲家たち、いわゆるロシア五人組、ミリー・バラキレフ、チェーザリ・キュイ、モデスト・ムソルグスキー、アレクサンドル・ボロディン、ニコライ・リムスキー・コルサコフと知り合い、交友を結ぶ。チャイコフスキーは彼らの音楽とは、 ある程度距離を取ったものの、この後、チャイコフスキーの音楽には時に、ロシア風の影響が現れるようになった。同年、オペラ歌手、デジレアルトーと恋に落ち、毎晩、彼女のもとへ通うようになる。このことが誰の目にも明らかになり、自分の父親に結婚したい旨を手紙で書き送る。婚約にまで至るが翌年を破局した。1875年。 ピアノ競争曲第1番、作品23を作曲。初演を依頼したニコライル・ビンシテインの国評を受け、ハンス・フォン・ビューローに楽譜を送る。ビューローによる初演は、大成功し、ヨーロッパの各都市で演奏された。ニコライはチャイコフスキーに謝罪し、自らもこの曲を演奏するようになった。1876年、不合の未亡人ナジェジダ・フォン・メックから、資金援助を申し出られる。 チャイコフスキーとの間には、頻繁に手紙が交わされたが、二人が会うことは一度もない、まま、この交際は14年間にわたって続いた。この頃作曲された、公共曲第4番、作品36は本メック夫人に捧げられた。また、トルストイとも知り合う。1877年には、アントニナ・イワノブナと結婚したものの、この結婚は失敗し、チャイコフスキーは、 モスクワ側で自殺を図るほど精神的に追い詰められた。この年、バレエ、白鳥の湖が完成し、オペラ、エフゲニー・オネーギンも完成している。1878年10月、作曲に専念するために12年間務めた、モスクワ音楽院講師を辞職する。それから約10年間、フィレンツェやパリ、ナポリやカーメンカなど、 ヨーロッパ周辺を点々とし、対策から遠ざかる。1880年には、弦楽セルナード、作品48、大序曲、1812年、作品49が書かれた。同年、父リアが84歳で死去する。1881年には、友人ニコライル・ビンシテインが死去し、彼の死を悼んで、ピアノ30奏曲、作品50の作曲に着手する。 翌年完成し、ニコライの一周期に初演した。原稿には、エーラメム・ボーディー、ウングランド・アーティスト、ある偉大な芸術家の思い出のためにと書かれていた。1885年、マンフレッド公共局が完成した。同年2月、モスクワ郊外のマイダ・ノボ村に家を借り、旅暮らしに終止符を打った。イゴシまでの間、フロロフスコエヤクリンといった近郊の町へと転居を、を繰り返したものの、 この一帯に住み続けた。1888年には、公共曲第5番、作品64や、バレエ、眠れる森の美女、作品66が完成した。この年と、翌1889年は、ヨーロッパ各地で、自作の演奏も行う。この際、アイプツヒで、かつての恋人、デジレアルトと休校を温める。1888年4月には、 プロロフスコエに転居した。1890年、フォンメック夫人から財政援助を打ち切られ、チャイコフスキーは大きな打撃を受けた。1891年、バレエ、クルミ割人形、作品71作曲。アメリカに旅行し、カーネギーホールのコケラ落としに出演した。1892年4月にクリンへと転居し、ここが最後の住居となる。 1893年5月には、ケンブリッジ大学音楽協会から、カミリー・サン・サーンスやマックス・ブルッフ、エドバルド・グリーグラと共に名誉博士号を授与される。1893年10月28日、公共曲第6番、悲壮、作品74初演。それから9日後の11月6日に休止。死因には、諸説があるが、 口述するように現在ではこれら及び排水種によるものとされている。ロシア皇帝アレクサンドル三世によって国葬が決定され、サンクトペテルブルクの火山大聖堂にて国が取り行われた。遺体はサンクトペテルブルクのアレクサンドル・ネフスキー大修道院の墓地に埋葬された。休死の原因は主にこれらによるとする説、発病の原因として、感激後の会食時に、 文学カフェで周りが止めるのを聞かずに生水を飲んだことが理由とされるが死の直後からの定説である。なお直接的な死因は死の前夜10時頃に併発した排水種であることが分かっている。1978年にソ連の音楽学者アレクサンドラ・オルロバはチャイコフスキーは貴族の老いと男色関係を結んだためこの貴族が 皇帝アレクサンドル三世に訴えられ、秘密法廷、チャイコフスキーの法律学校時代の同窓生の巧妙な裁判官、弁護士、法律学者等が列席なるものが開かれ、そこでチャイコフスキーの名誉をもんぱかって、基礎服毒による自殺が決定、強されたという説を唱えた。実際、チャイコフスキーの死の直後にも、このような説を唱える者がいたという。しかしこの説は、 研究家であるアレクサンドル・ポズナンスキーの1988年の論文を皮切りにチャイコフスキーを見た医者のカルテなど残されている資料を調査した結果やはりこれら及びその予病である尿毒症、排気腫による心臓衰弱が死因であるという反論が出され例えばオルロバは埋葬式時に安置されたチャイコフスキーの遺体にキスをした者がいたということを持ち出して 消毒をしなければ、これら患者の遺体にあり得ないことだと主張したが、チャイコフスキーの遺体は安置される前に消毒されていた、記録が残っている、現在ではやはりこれらによる病死だったという説が、定説となった。なお、チャイコフスキー自身、発病当日には、オデッサ歌劇場の指揮を引き受ける手紙も書いている。ポズナスキーは緻密な検証を行った末、結局陰謀施設なるものが、 21世紀の今となっては歴史のエピソードに過ぎないことであり、全く根拠のない作り話であると結論づけている。チャイコフスキー初期の作品ピアノ競争曲第1番は、現在でこそ冒頭の部分など誰でも聞いたことのあるほどポピュラーだが、作曲された際にはニコライル・ビンシティによって演奏不可能とレッテルを貼られ、初演さえおぼつかない状態にあった。しかし、 後にルビンシュテインはこの曲をレパートリーとするに至った。ピアノ競争曲同様、現在では非常に有名なバイオリン競争曲の場合も、名バイオリニストのレオポルト・アウアーに打診するも、演奏不可能と初演を拒絶されてしまった。そのためこの曲は、アドルフ・ブロツキーのバイオリン、ハンス・リヒター式によって初演された。しかし、聴衆の反応は芳しくなく、 評論家のエドゥアルト・ハンスリックからは、悪臭を放つ楽と告評された。しかしこの作品の進化を確信していたブロツキーは、各地でバイオリン競争曲を演奏し、次第に世評を得るようになったという。その後アウアーもこの曲を評価し、自身のレパートリーにも取り上げるようになった。最後の公共曲である、公共曲第6番、悲壮も、 初演時の聴衆の反応は好ましいものでなかったと、される。不評の理由は、作品の持つ、虚無感と、不吉な集結によるものと思われる。しかし、世評を気にしがちなチャイコフスキーも、悲壮だけは初演の不評にもかかわらず、この曲は、私のすべての作品の中で、最高の出来栄えだと、周囲に語るほどの自信作だった、ようだ。チャイコフスキーのバレエ作品としてのみならず、 バレエの演目の代表として知られる白鳥の湖も1877年のボリショイ劇場での初演は失敗に終わり大変意気消沈した彼は再演を拒否するほどであったしかし不評の原因は振り付けや演奏などの悪さによるものであり死後2年後にマリウス・プティパラが以降からこの作品を発掘し振り付けなどを変えて疎遠したこの公演は大変な人気を博し 以降も、たくさんの振付師が、独自の作品解釈でこの作品の振付と演出に、挑戦している。現代では、白鳥の湖は、最も有名なバレエの演目の一つであると同時に、多くの舞踏家振付師の関心を引く、歓迎すべからざる、作品となっている。なお数は、多くないが、聖教会聖歌も作曲している、聖根拠よ安静大礼儀など、これは、 ロシア正教会の事前の許可を得ずに作曲されたものであったため、一時は教会を巻き込んだ訴訟沙汰にもなった。現在ではロシア正教会、ウクライナ正教会、日本正教会などで歌われている。また、後のロシアの著名な作曲家による批評であるが、ストラビンスキーやプロコフィエフは作曲家としてのチャイコフスキーを高く評価する一方、 ショスタコービチは全く評価しなかったとの証言がある。なお、宗教及びロシア帝国を否定した旧ソ連時代には、出版や演奏において、チャイコフスキーの宗教的及び愛国的な作品のタイトルが改ざんされたり、大幹式祝典更新曲、祝典更新曲なロシア帝国国家の引用が削除されるなどした。これらはソ連崩壊後に原点版に戻された。 7曲の公共曲、表題公共曲、マンフレットを含むのほか、多数のオペラや声楽曲等を残す。公共曲は、第4から6番が、特に高く評価されており、しばしば三大公共曲と呼ばれる。バレエ音楽も有名で、白鳥の湖、眠れる森の美女、くるみ割り人形の3曲は、チャイコフスキーの三大バレエとして知られている。 彼の三大バレエ曲はそのままバレエ界全体の三大作品の位置を占めており、これらが彼のバレエ全作品であることを考え合わせると、全作品が当該分野の上位を独占するという芸術書分野に類例の少ない現象となっている。上演の頻度が高いだけではなく、組曲やハイライト、単独曲の形で演奏会で取り上げられるケースも多く、 全曲版を含めた録音も数多い。欧米において、くるみ割り人形はクラシック音楽の年末、クリスマス期の定番、日本における第9のような位置づけになっており、年末になると頻繁に上演される。チャイコフスキーの異業を禁念し、ロシアでは数々の音楽学校や楽団、コンクールなどにチャイコフスキーの名が付けられている。コンクールでは、 モスクワにおいて1958年より4年おきにチャイコフスキー国際コンクールが開かれている。同コンクールは世界的な権威を誇り世界三大コンクールの一つとして数えられている。チャイコフスキーが12年間にわたり教鞭を取ったモスクワ音楽院は1940年にチャイコフスキーの生誕100周年を記念してチャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院と改名され、 現在でもその名称となっている。また、モスクワ放送交響楽団も正式名称は、P.I. チャイコフスキー記念交響楽団であり、日本でも英語名に基づいて、チャイコフスキーシンフォニーオーケストラ、チャイコフスキーシンフォニーオーケストラとも呼ばれている。ボトキンスクにあるチャイコフスキーの成果を呼び、晩年を過ごした、クリンの家はいずれも残っており、二つとも、チャイコフスキーの辞席を記念する。 博物館となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。